どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうこれです。今回なんですけども、こちら最近またパズドラに1個だけねバグが発生してるということで、ちょっと今回紹介していこうと思います。でパズドラのバグってでもなんていうの、ちゃんとしたバグってほぼなくて、まあ、例えばね、ゲリラダンジョンのダンジョン内容が間違ってましたとか、あとはまあ遊戯王コロシアムでね、バグっていうわけでもないか、ミス遊戯王コロシアムで報酬が間違ってましたとかぐらいが多くて、ちゃんとしたバグってパズドラって結構少ないゲームだと思うの。実際ちゃんとした正式なバグが起きるのってやっぱアンドロイドとかでダンジョンがね、例えば終わらないとか開けないとか、ガンダムコロシアム一生終了できないとかっていうことはあったと思うんだけど、まあ、別にそれ以外で特にちゃんとしたさバグっていうのはなかったと思うのね。で、まあ、結構前に遡っていくと、例えばまあイベルカーノのダンジョンのね、間違えた、イベルカーノの性能が間違ってましたとかもあるとは思うんだけど、ちゃんとしたバグって結構少ないゲームだと思うの、パズドラは。で、その中今回珍しくですね、パズドラでちゃんとしたバグが起きました。まあ、ただこれがあまりにも特殊で面白いので、ちょっと紹介していこうと思います。はい。こちらです。現在火器の不具合を確認しており、原因調査を行っております。不具合内容、特定の条件下で回帰力が上昇スキル、リーダースキルの効果が回帰力に適用されないと、まあ、これあれですね、特定の条件下で回帰力が上がるリーダースキルの効果が入らないんですよ。でもこれちゃんとね、ちゃんと書いた方がいいと思うんだけど、この条件下を、まあ、これがね多分無限の可能性があるから、今パズドラ運営も全く記載しないのだと思うので、多分この後運営から調査が入って、どうせすぐに修正されると思うんで、これはちゃんとしてな、不具合なんですけど、まあ、どうせすぐに修正は入ると思うんで、まあ、今現状はね不具合となってますけど、まあ、すぐ治るとは思います。はい、っていう感じの内容になっております。で、まあ、不具合ってこんな感じで何個かあるんだけど、まあ、実際見てもらって分かる通りね、ちゃんとした不具合っていうのはなかなか少なくて、まあまあまあ、今回がちゃんとしたバグになってて、まあ、あとは基本運営のミスですね、完全なミスなんで、まあ、どんどん修正されていってると思うんですが、まあ、ちょっと今回は実際にね、こちらがどんな条件で回帰力上がらないかを紹介していこうと思います。はい。でこれ昨日 DM いただいていて、これジュンさんからね DM もらってたんですけど、これがねこんな感じ、フェルルを使ってる際の、ダンジョンの内容になっております。フェルルを使っていて、で会話にアシスト無効回復洗剤をつけてるんだよね。会話にアシスト無効回復洗剤をつけていって、でまあ水と光の L 字を組んだ際にこのバグが発動したと。でこのバグが見つからなかった理由はめっちゃシンプルで、条件が結構特殊なんですよ。水と光の L 字、アシスト無効回復をしてる時ですねに、フェルルみたいに水光を消したらダメージを激減、攻撃回復が4倍っていうリーダースキルを発動させた時にリーダースキルが発動しないっていうバグなんですよ。すごい難しいんで一回見てもらってわかると思います。はい。これ水光のアシスト無効回復洗剤を発動してあげて、かつ回復を組んでる状況なんですけど、それとこちらご覧ください。こんな感じで回復力倍率が全然乗ってないので見て上がると思うんですね。でフェルルってリーダースキル見てもらえれば分かると思うんだけど、水光を消すだけで回復力がリダフレで16倍、まあ片側でも4倍乗るんですよ。にもかかわらず全然回復しないですよね。でまあフェルル使ってる人なら分かるけど、これ水光と回復の1コンボずつ組むだけでも HP 全回復ぐらいの回復力を持ってるんですよ、フェルルは。だから本来この31万から50万 HP 分回復するはずなんだけど、それが全く発動しないっていうバグになっております。はい。でなんでこんなバグが発動したかっていうと、これ多分アシスト無効回復をした際にリーダースキルの回復力エンハンスかなが発動すると、こんな感じで倒廃になってしまうっていうバグになっております。はい。まあ、実際さ、これなんで見つからなかったかっていうのもすごいシンプルな話で、まずまあ発動条件がすごい複雑なんですよ。アシスト無効回復をしていて、かつリーダースキルが水光を消して回復力4倍みたいな感じの、何かしら指定条件で回復力が上がるリーダーじゃないと発動しないのね。だからロイヤルノーチラスみたいに常に全パラ5倍のリーダーだったら別にこれ一切関係ないんですよ。アシスト無効回復してようが常時5倍乗ってますし、そうだから常に発動するリーダースキル回復倍率だったら特に問題はないんだけど、こういうフェルルみたいに指定条件で発動する回復力倍率の場合は発動しないバグが起きるという形になっております。まあ多分これに関しては特殊すぎてなかなか遭遇することもないとは思いますし、まあまあ正直そんな影響はないと思いますが、まあ実際ねフェルルを使おうと思っている人とかもいると思いますので、まあ、現状ねこのバグを絶対にしといてほしいっていうのと、まあ、今現状はこういうね編成を組んで協調とかには挑戦しないようにしといた方がまあ一応お得かなとは思います。このバグが発生してるんでね。はい。でまあ
なんでこの枠見つかんないっていうのが条件複雑だったのもね、さっき話したと思うんだけど、あとね、もう一個理由があってね、最近もうね、あんまりね、回復力倍率がこういう風に上がるフェロルみたいなリーダーを使ってる人が結構減ってきてはいるからだと思うんだよね。まあ、ウルトナとかローチラスとか流行ってる現状でさ、あんまね、こういう系のリーダーを使う人少ないと思うし、あとフェロルに関してはやっぱり編成難易度が絶対に高いから、強くても使いたくても組めないって人も全然多いと思うの。だからこそこういうバグがなかなか見つかんなかったのかなとは思う、正直。まあ、実際環境の変化だよな。もう本当に最近の環境はもうなんかちょっと固定化されてきてるからこそ、なおさら見つかんない理由もあったのかなと思います。でもまあこれね、運営からアナウンスがあった時点で、もう多分現状修正というかまあ、原因の調査に入ってると思うんですね。だから多分この動画を見てくれて、まあ1日後2日後ぐらいにはもう治るとは思います。よほど難しいバグじゃない限りは多分パズドラウェイ優秀だからすぐに治してくれるとは思う。パズドラウェイのバグ修正は普通に早いからね。まあ、万が一治らなかった場合に関してはちょっと何かしらあれが入ると思いますが、治らないなんてパズドラウェイでありえないとは思いますので、まあ、これはね運営さんたちにね頑張ってもらって回復力倍率が戻るようになればいいなと思います。はい、という感じがね今回見つかったパズドラウェイから告知されているバグになります。ただこれもめちゃめちゃ対応早かったんですよね。このバグ報告してくれてたのが昨日ぐらいだったので、ちょっと DM もらったのが昨日かな。僕あんまりツイッターの DM 見ないんですけど、昨日ですかね、今日の午後0時、今日 DM もらってたんですね。なるほど、今日見つかって、今日の0時に見つかってもうすでにアナウンスが入ってるんで、まあ、対応自体はめちゃくちゃ早いわな。まあユーザーにとって不利な不具合なんですけど、もうすぐに修正してくれるということで、まあ、ここ自体は神だよね。まあね、という感じがね、今回の、最新のパズドラのバグについて少し紹介する動画でした。もし今から編成組もうとしてる人はね、絶対この動画参考にしてもらって、間違っても今現状アシスタム効果薬洗剤プラスフェルルとかは合わせて使わないようにしてください。ところで話は変わるんですが、遊戯王コラボが弱いのはバグですか？話は変わりますが、遊戯王コラボが弱いのってバグですか？遊戯王コラボで金しか出ないのってバグですか？せめて時計出ろよ。ナイス。時計出るならナイス。まあね、最近のパズラちょっとなんかやばい。なんだろうこのやばさ。いやもちろんね、運営のコート叩くとね、すごい裏で怒られますので、そう、裏でチャンネルに圧がかかるので良くないんですけど、最近のパズラちょっとやばい。え、てか10周年が去年がめちゃくちゃ良かった。去年のパズドラマジで良かった。リーダーも程よく交換できたしね、ルフィ、カイドウとか、みんなが環境についていくとおもろい環境ではあったが、なんでだろう、なんで今年の環境こんなに面白くないんだろう。今現状ウルトナ・ローチラスがあまりにもぶっ壊れすぎて、しかもそれに合わせた新ダンジョンが出たからか。なるほどな、最強ぶっ壊れロボを作ってそれに合わせた環境になったから思んないんだ。まあなんかね、最近パズドラちょっと荒れ気味な気がするんで、ちょっとねいい運営に変わってほしいなと思います。マジ運営さん頑張ってください。まあ、今回はね最新のバグを紹介する動画でした。じゃあ終わります。バイバイ。